ナミさん、こんにちは今日は大和くんの運動会行ってきました運動会って言ってもねすごく規模は小さいもんで、まあ、生徒さんも少ないんですよ、まあ、ですんでもう大々的なもう何十人もいるようなねまあ、そういうふうなものではなくってそうですね30数名の生徒さんに十数名の保育士さんがいらっしゃってで年代別にね、まあ、1歳から5歳ぐらいまでを5つのクラスに分けて えっと、クラス1、クラス2、クラス3、クラス4、クラス4、クラス5みたいにしてるんですけども、まあ非常に小さくまとまっていて、私としてはね、すごく過ごしやすかったかなと思います。えー、本当にね、ナミさん動画ありがとうございます。私の方からはですね、返信動画としまして、ちょっとその当時の模様をこちらでご覧いただきたいと思います。これが会場に向かうところなんですけども、後ろの方に人が並んでますよね。まあ、そこに並んで、まあ入場を待つって感じです。これ会場に着いた時が、 あのこの開館が開くの、ね、5分前だったんでちょびっとだけこうやってね列を離れて歩いてるところでございますえっ、ー、と奥さんがねとてもかわいいワンピースを着てらっしゃって私はまあなんか寒風着で来ました <laughs>、えー、次はこれは行列ですね今入場が始まってるところでございますソーシャルディスタンスで並んでおります で、ヤマト君のどでかい顔をもう一回撮ってね。私がなんかギャングみたいになってますけども。普段サングラスかけてますんでね。<laughs> でもうマスクをすると本当になんか顔のほとんどが隠れてしまうという感じでございます。はい。これが会場のモニュメントですね。はい、で、ヤマト君が会場の中に喜んで入っているところです。もう写真ちょっとブレちゃいましたけどもね。はい。えー、これも iPhone で撮影してるんですけども、ブレブレの写真がここにあります。会場内こんな感じでね。 ま、ほんと男の子って感じですよね。まだ1歳ですからね、これでもね。<laughs> なんか小学生の男の子が歩いてるみたいですけどね。1歳。<laughs> はい。えー、これがね、ヤマトんの後ろ頭がどでかく映ってますけども、会場内を映したとこです。もうすぐ運動会が始まるよって感じで、運動会のトラックが今、全体的に映ってます。あの、ビニールテープで囲われてるでしょ。で、他の子もこうやってフラフラ歩いてるって感じですよね。はい。で、ヤマトんがね、泣いてるとこなんですよ。 泣いて泣いてしょうがないんで、とっておきのパトカーを渡してちょっと落ち着けてるところなんですけども、まあなんせ運動会が始まるとね、もう怖いんですね。なんか新しい環境で。うん、他の子はね、シーンとしてるんですけどね、この子だけは自己表現豊かですね。はい。もうその恥ずかしい顔をね、ドアップで撮ってやろうかなってこところでございます。まあ、後ろの方になんか大人びた男の子がいますけども、これがね、同じクラスの1歳の子ですね。もうしっかり立ってますし、 なんかあれですね。1歳って言っても、いろいろですよね。1歳になりたてと、もうすぐ2歳になる1歳と、全然違いますね。はい。さらにドア,アップです。鼻水が出てますね。肌が綺麗ですね。はい。えー、で、始まったかなってことこですね。もう、お父さん方はこうやってカメラを構えて、がっつりと最前列でやってくださってますんで、えー、並び遅れた私としては、遠くからね、しっぽりと見てるしかないかなってことこです。はい。えー、これもカメラ構えてますね。 これ実際、運動会で撮影したカメラのネタって、どうなんですかね見るんですかね私はね、動画撮影して、一回編集が終わったら、なかなかね、二度見る機会ってないんですよね。はい。で、ヤマト君が、もうすぐ出番だよってことで出番を待ってますね。はい。これはね、黄色いね、なんか、チアガールのポンポンみたいなのがあるじゃないですか。あれを持って踊るっていう時間だったんですけど、ヤマト君が持ってくれないんで、私の方が持っております。はい。こんな感じですよね。ヤマト君、落ち着いてきましたね。 はい。で、えー、会場を離れて、えー、トラックの外側に出るとこです。会場じゃなくてね。トラックの外側を歩いてます。で、むちゃくちゃね、速く走るんですよ。これが。ちょっと、再生してみましょうか。こんな感じです。ね髪がなびいてます。ちょっと伸びてきましたね。はい。次行きましょう。はい。ヤマトくん、ちょっと休憩してます。休憩って言ってもね、運動会の時間は、 朝10時から11時までのたった1時間なんですよ。ですんで、休憩するまでもないんですけども、まあ、いろいろありますからね。<laughs> はい、じゃあ、プログラムをバーッとね、こう、広げて、山本く君が興味を持ってるところです。後ろの方にはね、まあ、私の奥さんが、いるということで。<laughs> うん、はい、懐かしい。はい。えー、ヤマ君が、パトカーを持って何をしてるのかなと思ってるところなんですけども、これ重要なね、サインなんですよ。何かっていうと、 ほら、パトカーを、こう、掲げてですね、上の方を指さしてるでしょ上の方に、この、ちょっと見えにくいと思いますけども、中央からちょっと上の方に、今カーソル動かしてますけども、ここにね、マトくんから見ておばあちゃん、私から見ると母がね、あの、応援席、保護者以外の応援席で、こうやって見てくれてるんですよ。あの、やっぱり3密避けるために、えー、お父さんお母さんはこの会場の下の方にね、 あの、いるんですけども、それ以外の方は上の方で、ほら、他の方もだから、お年寄りの方がいるんですよ、結構。<laughs> これはみんな祖母関係ですね。祖母祖、祖父関係。上にいるんですよ。このピンクの服を着てるおばあちゃんを見つけて、うわあ、あそこだーっていう風に指さしてるところですね。すごいですよね。だから遠くにいるので、もうすぐ見つけちゃうんですよね。はい。ね、おばあちゃんも気がついて、こっちを見てるとこですね。はい。で、これは入場更新です。さあ、なんかのね、 お遊戯かなんかみんなで踊る時間かなでえっ、ー、と私ばっかり出ててもしょうがないんでここはちょっと奥さんにお願いして行っといでって感じでね一緒に踊ってもらってますはいそうするとねまた喜んでねくる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 こうやって奥さんの周りをくるくる回るわけなんですよ可愛、ね、らしいですねはいこんな感じでねもうみんなしてねママの周りとかパパの周りはぐるぐる回ってる園児たちでございますはい大和くんそろそろ退屈になってきたかなってところでね こっち見てますね。え、実はね、これね、あの、ズボンの後ろにビニールテープを尻尾のように挟んで、それで尻尾を取り合うゲームなんですよ。まあ、ヤマト君も尻尾つけてるんですけども、その隣のね、女の子とかはもう尻尾取られちゃって、えー、なんか呆然としてますけども、そういうゲームです。はい、ヤマト君の尻尾です。<laughs> えー、ヤマト君ね、また走ってますね。ちょっと再生しましょうか。これはね、トラックを離れて勝手に一人で運動会をやってるところです。 嬉しいんですよね広いね綺麗な会場をね私が iPhone でその周りを撮ってるところですねこれはねダンスをまた踊る時間になったんですけども頭にカニかエビかなんか分かんないのつけてるでしょ、うん、これはね確かにエビカニテテテテ「エビカニ」「テテテ,テエビカニ」「テテテエビカニ」「テテテテテ」 ててエビカニっていうねエビカニダンスなんですよねそれで頭につけてるんですけども頭につけた瞬間また泣き顔になってしまいました帽子が苦手なんですよねでずーっとねパトカー握ってるまあでもこれでなんか落ち着いてるみたいですもうすでにもう撮影隊がねお父さんお母さんがね乱れ飛んでやってますねはい大和くんが会場のポールをぐるぐる回ってるところですねこうやって、まあ、1人で運動会ですよこれも <laughs> 次行きましょうかはい大和くん金メダルをもらいました今日の運動会も終わりですもう全員に金メダルなんですけども首にかけた瞬間また泣き始めました <laughs>、はいえー、でもちょっと落ち着いてね金メダルもらったぞはい、えー、金メダルもらったよって感じでね誇らしくこうやって座ってるところですね後ろの方も競技が終わったお子さんやお母さんお父さんがパラパラっと いますね、で奈美さんに言われたようにお父さん運動会に来てもどうこうってことはありましたけども今回はねお父さん積極的にね撮影して、うん、まあ結構いいカメラとまでは言わないんですけども普通にムービーとか今はね、うん、手に入りやすくなってますんで三脚立てて撮影一生懸命してましたねそれからあのカメラがない方はスマホで本当にこうずっと同じ格好でね <laughs> なんかもうちょっとね子供と一緒に運動するみたいなこともした方がいいんじゃなかろうかと。 思いながら、私はね、そればっかりで撮影ほとんどしなかったんですけども、でも結構撮れましたよね。はい、えっ、ー、と、最後ね、会場のクマさんとこうやって、今日もお疲れ様って言ってるとこですね。まだあるのかなあ、まだあるかなはい、喜んでますね。あ、これがね、終わった後、ファミレスでご飯食べてるとこですね。まあ、おばあちゃん、もう最近は若返って、なんかいいですね。えっ、ー、と、77歳を超えまして、もう8 0に向かう。 おばあちゃんですけども、大和くんと一緒にね、走ったり、公園で、えー、まあ、歩いたり、最近は足腰も丈夫になってきたということでございます。うん、あ、これは私ですね、ちょっと終わりですね、もうね。はい。えーと、ちょっとすいません、長くなりましたけどね、こんな感じで、今日の運動会、私の記録とさせていただきました。あの これから子どもがどん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 少なくなってくると言いますけども、うん、なんかやっぱりいろんな要因があってお金がないとかね子どもを育てる暇がないとかっていろいろあると思うんですよ。まあ、だからこそあの私はね幸運なことに今結構いい環境で大和くんと一緒に過ごさせてもらってるんであの、まあ、世の中のね仕事の中で最も過酷なのはお母さんだよっていうような話もありますけども。 私も、ね、あのー、今本当にこう大和くんが、まあ、まあお母さんのねミルクを離れて、まあ、哺乳瓶になってからほとんど365日24時間一緒にいるんですねでこうやって夜中に大和くんがまだ寝てる時に起き出してきて動画とかを撮るんですけども毎日ね喜びしかないですねなんか負担に感じることが全くないっていうかまあでも 子育ての大変さっていうのも事前に学習していて体力と精神力をしっかりつけてそれからあの大和くとの対面を迎えましたんでねまあそれなりにくじけずにはできるかなと思ってます今のところ困った時代っていうのはほとんど起きませんのでね、うん、まあでも確かにこれ大変だなって感じるだろうなと思う瞬間ありますね、うん、でも私は思うんですけども子育てのロークっていうのは 永遠に続くわけじゃなくて、どんなにやらせてもらおうと思っても、本当にね、最初の何年かで終わっちゃうんですよね。3歳も過ぎれば、子供は自分でいろんなことをやり始めたりとか、5歳とか6歳になってくるとね、もう家族といるよりも、新しく出会ったルームメイトとか、地域の子供たちと一緒にいることを選ぶんだろうなと。そして、中学生や高校生にもなればね、 どちらかというと親と一緒にいるのがダサいとかね面倒くさいとかっていう風に <laughs> 感じになっちゃって子育ての喜びとか苦労ってあると思うんですけども本当にね、ね、ね。数年なんでしょう、ね、きっと、ね、私も今ねこうやって2歳になろうとしている大和君を見ながら1年前の今頃さしてもらったことはもうほとんどやらなくてもいいようになっちゃって衣替えもしてね ちょっと寂しい気持ちがしますねなんかね時間って本当に過ぎていくなと思いましたその過ぎゆく時間の中で自分は何をやってるのかなと止まっちゃってるなと思ったりねしますんで負けて頑張るかって気持ちでこれからもますます若く活動的にいたいなと思う私でございましたそれではナミさんありがとうございました